リンネルチャンネル。心地よい暮らし研究会で作ったものはすべてシンプルに使いやすく家の中にあっても心地よく見えるもの、デザインにすごくこだわっています。このエプロンはもうかぶれば着用できるっていうところがすごく楽で、何も考えずにかぶってすぐに調理を始めたりとか下準備始めることができるので助かってます。あと肩の部分がすごく幅広で負担がかからないんですよね。なんか調理してる時に肩から紐が落ちてくるとかそういったこともないですし、なんか着ていて重さを感じるとか首周りがきついとかそういったことを感じないので、つけてることを忘れちゃうようなぐらい着心地が良いです。まな板って横長になりがちなんですけれども、スペースが手前と奥に取れるので食材を切り分けたりとかがすごくしやすいんです。で、刃あたりがすごく柔らかいので切っていって気持ちがいいですし、洗った後吊るして収納ができるので水切りがよくすっきり清潔に保つことができるというところもいいなと思っています。ザルボールはこのザルに開いている穴の形がちょっと変わっていて、目に汚れが詰まりにくい形をしています、ね、ザルボールとしても使えるんですけれども、これ一つにコンパクトにまとめることができるので収納エリアを取りませんし、蓋を閉めればそのまま保存容器としても使えるので冷蔵庫の中に入れたりといったことが気軽にできます。そのまま取り出して電子レンジで使うこともできます。多用途鍋は汁物をたくさん作った時にもコンパクトな形をしているので冷蔵庫にしまいやすいですし、茹で物とかも便利なんですけれども、これ少量の油で揚げ物もできるんですね。なので毎日作っているお弁当の揚げ物をするのが油跳ねも抑えられますし、すごく楽になりました。温めるまな板は切った食材をそのまま鍋に入れるとか、切った後ボウルに移すといったことがすごくしやすいんですね。そのまままな板を持って折りたたんだ形で食材を入れることができるので、そこが最大のポイントです。あとちょっと何かを切りたいといった時には半分に折りたたんだまま使うことができますし、あと洗った後ちょっと曲げたまま立てかけて水切りができるので、ほっといてもすぐに乾いて清潔だというところもこの折りたたみまな板のいいところです。お掃除スリッパは毎日履いていても疲れないクッション性と、あと形すごくこだわって作りました。あと家の中に置いておいても気持ちが上がるような色合いということでカラーリングにもこだわっています。これ裏を剥がすとそのまま裏面だけ洗濯機で洗うことができるので清潔に保つことができるというところもお掃除スリッパの特徴です。
マルチパンの持ち手が短いので調理中もお腹に持ち手がかかってくるということもないですし、重さを感じないっていうところがすごく使い勝手がいいです。蓋の持ち手がくるんと回転させると畳むことができるんですね。そうすると高さを抑えることができるので、蓋をしたまま冷蔵庫にしまうとか、キッチンの収納でしまうといったことがコンパクトにできるようになるので、そこもすごく気に入っているところです。ココケンで作ったアイテムはどれもものすごくデザインにこだわっていて、シンプルなので暮らしにスーッと馴染みやすいです。それでいて多機能に使えるものが多いので、揚げたり茹でたり炒めたり、そういったところが時短にもつながりますし、ゆとりの時間を生むことにもつながるかなと思っています。うちは家族が男の子2人、あと夫がいて、年齢も性別もバラバラなんですけれども、家族の誰が鍋を使ってもエプロンを使ってもスリッパを使ってもみんなが心地よく使えるような色やデザインや形になっているので、そういったところもものすごく気に入っています。